ちょっとご飯買いに行きます。やっといろいろ落ち着いて、今日実は寝てないんですよ。昨日の日曜日からずっと寝てなくて、多分ご飯食べないと寝れないんで、ちょっとご飯買いに行くの付き合っていただけたらなって思ってます。アドツー、音聞こえる？声大丈夫ですか？あれパーカーどこやったっけ？聞こえる？あ、聞こえるよね。大丈夫だよね。のんたん、さっき来て、完璧に荷物引き取っていきましたので、完全にお別れしました。のんたんとは。太田敦彦さんいらっしゃい。のんたんと別れちゃいました。さっきのんたん、もう5分前ぐらいに荷物全部引き取って帰りました。ご飯買いに。あと2別れた、俺からもう本当にお別れをお願いしたんで、放送で。で、明日行くって言ってたけど、今荷物取りに来て、もう全部引き取っていきました。あと残ったものは捨ててくださいって言われて、マジです。ネタでも何でもないです。飯買いに行くよ。ご飯食べたい。ご飯食べに行きます。ご飯食べるとか、まあ弁当買うわ。もう腹減った。何も考えたくない。今日は疲れたよ、いろいろ。結構短かったね、のんたんとの付き合いは。思ってたよりあっけなかったな。うん、大丈夫だよ。まあ、なんとかするしかないよ。頑張るよ。マジです。まあ自分で決めたことなんで、自分からね、別れたいってお願いしたことなんで。彼女に何の罪もありません。本当にいい彼女でした。え、靴を殺す？
スマイルだね、スマイル。飯食おう。はい、ワード2。寒いな今日。何こう。はい、ワードツーネオさん。ちょっとごめんね、多分風の音が強いと思うけど聞き取りづらいでしょ。外でご飯買いに行く配信なんで、すいません、申し訳ない。寒いな。配信者なんかなるもんじゃねえぞ。幸せ、アイワドツ、幸せになりたい人はよく聞いとけ。配信者なんか目指すなよ、甘くねえぞ。YouTuber になりなさい、 YouTuber に。配信者はやめとけ、幸せになりたいなら。マジ寒い。そうそう、ヒカキンになった方が幸せになれるからさ。配信者はダメよ、ヒカキンですよ。ヒカキン幸せそうでしょ。配信者はもう身を削る作業だからね。絶望しかないですよ。もう何時間起きてんだよ俺。うん、いやかっこよくないでしょ。もう女一人幸せにできねえんだからよ。最悪でしょ本当に。はい、ワードツ、どうしようかな。いいのかな。あ、すいません、タルタル特盛り弁当ください。430円でお願いします。はい、お願いします。うん、分かれた、もう荷物全部引き取ってった。
もういい加減あれだわ、もう腹くくったわ。マルトモットって何？あ、違う、ホットモットじゃない、違う、もう完全にこれをあれですよ、凝りましたよ、生涯独身宣言ですよ、生涯独身貫きます。離婚っていうかね、うん、離婚かな。戻らないですね、もう全部荷物持ってったんで。そう、うん、もう何も言わないで、あの荷物バーって持って行って、何も言わずバーンって去っていきます。鍵を置いてって、で服持ってかないのって、パジャマとかいっぱいあったから、いらない、捨ててって言われた。うん、マジでよ、嘘言ってもしょうないでしょ。うん、違う、いや原因は俺から別れようって言ったの。別れようっつうか配信で怒鳴ったんだよね、もう耐えらんねえよっつって。彼女まあ猫飼ってたりとかワンちゃん飼ってたりとかするんで、面倒見ないといけないです。だからまあ無理っすね。そうだね、でも踏ん切りついたよ。パソコンもさ、なくなってさ、彼女もいなくなって、なんか、うん、奈良ってどういうこと？いや、そこは原因じゃないよ、別れた理由は。俺が別れるっつったんだよ、彼女から別れるって言ったんじゃないよ。今回は俺が決めたの。そうだね、だから合わなかったんだよ、しょうがないよ、うん、合わなかっただけで、あと俺が癇癪を起こしたから。そうだね、それが理想なんだけどね、一緒に苦労したりするのが。いやだから、あの彼女はワンちゃんと猫ちゃんいるから旅に出れないっていう話を。いいんだよ、終わったことだから。
そうだね。まあ彼女以上の人は出ないんじゃないかな。わかんないけど。もう誰かと付き合いたいとかはない。そうだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。弁当ゲットだぜ。俺寝てないんだぜ。だって昼飯から何も食ってないんだよ。リスワン取りたくてずっとやってたから。飯ぐらい食わせてよ。寝れねえよ。もう何十時間起きてんの。30何時間起きてんだから。もうきついよ。限界だよ。来ないのか。うん、まあでもしょうがないよ。自分が旅行きたくてさ、旅行きたくない彼女とどうしても旅行きたい彼氏じゃそんな会うわけないんだからどうしようもないでしょ。やりたいことやるんだったら彼女なんて贅沢言ってらんないよね。なんだ、なんて言われた今。聞き取れなかったな。ねえ、2位連続5回、6回目か。ずっと2位なんだけど、もうリスワン取れないんじゃないかな。ずっと2位だからね。2位連続ですよ。いやーもうボロボロ。
配信者としてもボロボロだし、人間としてもクズだし、開き直って生きるよ。そうだね、旅配信するためだから。2位じゃダメなんですか？2位に価値なんかないでしょ。あーでも、もうずっと連続、何日間連続2位なんだろう。逆になんかマイペースにやろうと思ってきたね。配信の神様はね、なかなかね微笑んでくれないですね。清原は1位じゃないの？4番バッターじゃないの？清原って分かんないけど、俺すごい人だと思ってるけど。見たことねえよ、そんな。はい、ワード2。あーイライラする。寝てないよ。土曜日のさ配信、日曜日ずっと起きてたの。寝てないじゃん。だからドレさんのトレーニング、日曜日じゃあ月曜日だ。あー分かんねえ、もう今日何曜日なのかも分かんねえ。日曜日からずっと起きてんのかな。寝れないよ、毎日毎日配信リスワン撮るために1日分回してつ、寝る時間なんかないっすよ。もうボロ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 ロンリーですよ、ロンリー。飯こう。生きてる？何の話？何の話？
てるって言ってみろってどういうことだろう。いただきます。どういうこと、生きてるって言ってみろって、何の話。うまい、うまいわ。あ、あ、あ、カルいないよ俺。もう無理。飯うめえな。今ね、サンドイッチ食べて、なんか20円引きだった。海苔弁食う。海苔弁うまいんだよね。特海苔弁当って430円のやつだね。430円のやつ。何が寂しいの？何が？何が寂しいの？どうした？どうした？何を言ってるんだい？何が寂しいんだい？
そうそう、人間っていうのは一人で生まれて一人で死ぬんだよ。だからもしね、死ぬ時に添い遂げる人がいたら幸せですよ。いただきます。みんないる？そういう人。うまっ。めよ。うまい。飯が向いていいね。風邪ひいたんで2日休んでますね今。無理だよ。そんな配信甘くねえよ。
そんなに甘くないよ配信は。そう思わない？うまくいってるカップルいる？お手で。いや全然言葉になってるでしょ。全然言葉になってるよ。なんか変なのやめてよ。さすがにいろいろバカ繰り返してきたけど、もうさすがに大バカ野郎だよ。そのうち誰もいなくなっちまうぞ。まあこれは宿命みたいなもんだな。友達もさ、友達も恋人も家族も難しいよ。難しいよ人間関係は。最後の一服。言わないよそんなこと。その後世界行くの。お、美咲ちゃんね、久々だね。みさきちゃんいらっしゃい。これってこの状態でも音聞こえてんの今。俺今携帯配信なんだけどさ、ツイッターいじってんの。この状態でなんかあのバックグラウンドであの音聞こえてたら教えてほしい。あのこれができるんだったらすごい放送やりやすいんだよね。風音聞こえてる？これだとやっぱ聞こえてないのかな。あ、聞こえてるんだ。バックグラウンド対応してんだ。すごいな。バックグラウンド対応してるんだね。配信者って何なんだろうね。そのテレビタレントになりたい、なりそこなり絶対なれない人たちでしょ。みんなにとってはさ、配信者ってどんな存在なの。俺リスナーやったことないからさ、あんまり純粋なリスナーの気持ちが分かんないんだよね。頑張れよ、ありがとう。バガープレゼントありがとう。どんな感じなの。
配信者って何なんだろう。なんで配信やるんだろう。インターネット。インターネットがなんかいろんなもん、いろんなもん、インターネット TV。リアルすぎるだろ、ちょっと。テレビだったらもっとうまくやるでしょ。あるよね、グロいよね、本当にえぐいよ、えぐいよ、インターネット。よし、飯食った、寝よ、たらふく飯食ったよ。ボロ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 、1時間前に荷物を引き取ってお別れしました。彼女はいません。僕はノンタンと5分前じゃない、1時間前にちょうど荷物を全部持って行きました。ノンタンはお別れしました。そうだね。席をね、入れてたわけじゃなくて、内縁だからさ。え、なんで私がいるとダメかな、全然、なんでそうなの、どういうこと、どういうこと、全然そんなことないよ。戸籍に登録してたわけじゃないから。そうだね、始まりだね、終わりと始まりはね、同じ場所だから。
違うの違うの、俺が旅配信の企画ぶち上げて1万人にリアトツするまで旅を終えないっていうことを言って、でノンタンにそれを言ったんだ。でそしたらノンタン減らっちゃって、でも俺がああもう我慢の限界だってなって、もう別れてくれって怒鳴っちゃったんだよ放送で。うん、そう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 、だから俺もそう、そのもう配信ぐだぐ、うんうん、やめよう、いいんだよ。そう、結局俺彼女のことじゃなくて配信のことを撮ったから、そういう男です、最低な野郎ですよ、クズクズ。普通に来て、なんか来づらくなんないで、いてそばにみんな、もういいよ、リスナーいればそれでいいよ俺。いや邪魔っていうかね、結局ね旅したいなんて言っててね、で彼女を待たせるなんてのは最低な行為なんだよ。そんなのさ二足のわらじ履いてるようなもんじゃん、うまくいくはずないよ。だから俺がその甘いっていうかさ、本当に優しかったら彼女に対してそんなことするわけないじゃん。俺旅に出るから付き合えないんだってちゃんと最初から言うべきだったんだよ。俺の決断の甘さだよねそこは。自分がやろうとしてることに他人の人生巻き込んじゃってたわけだから、自分のことは自分でやらないとダメだったよ。それは本当に反省してる。彼女は一つも悪くないよ。だって俺のこと好きだったら離れたくないわけじゃん。好きだからこそそう言ってくれるわけじゃん。だから邪魔だっていうか俺がダメなんだよ。そう、俺が自分のやろうとしてることを分かってなかった。うん。そう、彼女は俺のことずっと愛してくれてたよ。うん、そばにいたいって言ってくれてたでしょ。誰かにリアトツしてさ、浮気されたら嫌だって思ってたのは、俺のこと好き。って言ってくれてるのと一緒だから、うん、俺はその彼女の気持ち裏切っちゃったんだよ。自分のやりたいことを選んで、うん、彼氏として最低な行為をしたよ、うん、結局だから配信の方が大事だって彼女に面と向かって言ったようなもんなんだから、クソでしょ。だから俺が甘いんだよ。彼女がいて幸せになって、配信で大手になって好きなことやってなんてさ、甘かったよ。自分のやろうとしてることを分かってなかったよ。自分が何目指して何を手にして何を失うかをちゃんと分かってないとダメだ。うん、全部手に入るわけじゃないからさ。失うって分かってるんだったら最初から そこあっちもこっちもね、二頭追っちゃダメなんだよね。俺が配信に集中してない証拠だよ。だって彼女はさ、リスナーのままだったらさ、いい思いできたわけじゃん。楽しく今でも放送見てくれてたわけじゃん。だからリスナーに手出したらダメなんだって。俺がちょっかい出したってことでしょ、リスナーさんに。信頼を失うよ。
と思うよ。うん、待つのも大変じゃん。待つのも大変だと思う。うん、うん、そうだね。お互い夢が、それでもうまくいくのもさ、なかなかないしよ、ともさ。うん、寝なし草、そう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 、ほんとますみちゃん響いたわ。そうなんだよ、根っこがねえんだよ。旅してえなんつってんだから、いい年こいて寝なし草だよ、ほんとだよ。うん、いや本当にそうだわ。何根を張ろう、要は待っててって根張ろうとしてんじゃん。うん、うん、彼女に対してほんと失礼なことしちゃったよね。うん、寝なし草ね。そうだね。まあ、うん、そうだね。みんなにね、俺が見える景色一緒に共有できたらいいね。今100人だけどさ、1000人とかになったら楽しいよ。仲間が10倍増えんだもん。でも彼女をすごい傷つけちゃったのは反省してるよ。うん、でも今電話かけたりするのは優しさじゃないから、それは。彼女にコンタクト取るっていうことがもう彼女に失礼なことなんだよ。もしでもリスナーさんとしてコメント来ることがあったら、放送で怒鳴って別れたんだから放送で謝り抜くよ。でね、リスナーとしてまた楽しんでくれたら俺それでいいと思ってるから。あー、ドレさんの放送超見てドレさんは早く開けないかな。ドレさん今日やんねえのかな。ドレさんいつも何時頃だっけ、3時ぐらいだっけ、もうやってんのかな。見てみようか。やってない。
見たいことのために大事なことを捨てたことがある。うっすら大きな幸せが大きな幸せが手に入って気づいた。確かに小さな幸せが一番って、自分で進んでうるせえよ自分で進んで感じるのが一番、人生の幸せ見つけてください。俺は幸せだよ。俺はでっかい幸せとでっかい不幸と戦ってるんだよ。超でっかい幸せと超でっかい不幸が毎回交互にパンチ仕掛けてくるからわけわかんないんだって。人の100倍幸せで人の100倍不幸なんだよ。ハードップ、ハードモードだからこれ、ね。なるべく小さな幸せと、なるべく小さな不幸せ、なるべくいっぱい集めよう。そんな気持ちわかるでしょう。そう、All or Nothing が俺の座右の銘だから、All or Nothing ですよ。全て手に入れるか全て失うかですよ。いや、インファイトしかできねえんだよ。うるせえよ。そうだね、カイジだな、また負けたよ。カイジが勝った時は耳と指を失ったからな。耳か、失ったのは。でも配信で誰かが傷ついたのは事実だから、そういう配信は良くないな。誰かを幸せに配信する配信がしたいよ。みんなが笑えるような配信がしたい。気持ちよく笑えないと思うよこんなの。怒ってるリスナーさんいっぱいいるよ。何やってんのって。タイガー、そうだね、タイガーに謝ろう。顔を合わせた時メールとかでなんかあれだから。この前ノンタンと喧嘩して仲直りした時嬉しいって言ってくれたタイガーにちょっと悪いわ、なんかタイガーの気持ち裏切っちゃったから。
無理だろ。ラスボスぐらい強すぎるだろ。エスタークぐらい強いかな。みんなが笑顔になる道はないものか。ゴルゴありがとう。ないのか。一瞬だけでも。一瞬だけでも、一瞬ぐらいならできんじゃないの。 0.1 秒ぐらい、一瞬だけ、一瞬だけね、全員幸せになんないかな。本当に一瞬だけでいいわ。ちょっとだけ、先っぽだけ。いいかな。
123? 気にしたんだ。元気っていうかもう疲れたよね、ほんとによく泣いてよく笑いました。だよく泣いてよく笑ってよく喋ったよ、すごい体がポカポカしてる。明日は風邪治る気がする。みんなから元気もらって、体力使い果たす。そうだね。服どうするとか、寝泊まりどうするとか、移動手段どうするとかね、いろいろあるよ。ね、どうするんだろう俺。なんかでもあれだよ、なんか旅に関してはもう絶対言い訳したくないって感じなんだよ。意地になってるね。でもいい、ほら東京の庭とかあったらリヤカー作れるけどさ、なんだ、家の中でリヤカーってやっぱ難しいから、庭がないと無理だよねリヤカーは。自転車にリヤカー実は俺もいいなと思ってて、モバイルハウス、リヤカーをベッドとか家作っちゃって、はい、家を運んでいくっていうか、それ最高だよね。でも歩くよ。荷物は軽い方がいいよ。体一つでね、どこまで行けるかでしょ。パソコンと体一つで。
なんでゴルフ旅すんの？ゴルフも旅すんの？リアカーいいよね。旅ブームが来た。週間って長いよ。
秘密。まあ、サナミはいいかもね。うん、俺はあれだよ、あの3箱で1000円とかの安いやつだよ。3箱で1000円ぐらいの安いやつあるじゃん。マジか。いやでももう寝るわ俺。ごめん、俺ドルさんの放送聞きながら寝るわ。みんなありがとう、おやすみ。みんなおやすみ、ありがとうね、まゆみちゃん教えてくれて。ドレスさん聞きながら寝ます。お疲れ。カレーはそれ、ますみちゃんカレーはダメでしょそれ。お疲れはシャレになんねえだろ。それはダメだわ。お疲れはダメだわ。それ一番やっちゃいけねえよ。最低なギャグだよそれ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。